花の蓮は山崎豊子の小説。1958年1月号から1958年6月号まで中央公論社の月刊誌、中央公論に連載され、同年6月に同社から単行本が刊行された。1961年に新潮文庫版が刊行された。第39回直木35章受賞作。 主人公のモデルは、吉本工業の創業者、吉本誠。戦前の髪型の寄せ小屋や大阪商人の世界を、商売人筋に生きた一人の女性の人生に沿って、情緒豊かに描いている。初代桂春団児、円達あちゃこなども、実名で登場して花を添える。1958年に、芸術座で舞台化され、1959年に、 宝塚映画で映画化された。また、1960年と1995年には、同盟で、1966年から翌年にかけては、横堀川として三度テレビドラマ化された。高は、大阪の堀江中通りで米問屋を営む、家の次女として生まれた。見合いにより、五福問屋、川島屋にと嫁ぐ。川島屋は、明治10年頃に、 岐阜の吉太氏が、西船場の横掘り筋で始めた店で、船場の五福問屋としては珍しく、古着を扱ったことから繁盛した店であった。高の夫である吉三郎は、父の休止後、二代目の店主となったが、商売に身が入らず、寄せ道楽、女道楽に身を持ち崩し、とうとう、相場に手を出して、多額の負債を作り、川島屋の身の城を潰してしまう。高の 好きで家を潰した寄せや芸人なら、その道楽を元手として寄せ小屋の経営という商売を始めたらどうかという忠告により、吉三郎は芝居小屋を探し、明治44年7月初め、天馬、大阪天満宮の裏手にあった寄せを買い取り、天馬亭と名付けた。この時、吉三郎が34歳、高が25歳。木戸銭を一流の寄せの半額、 五線としたり、高の発案で、店先で、氷の上で、ゴロゴロと転がして冷やした冷やし飴を売ったりするなどして、次第に人気を得るようになった。この当時の寄席の花形は落語であった。一流の寄席は、南地の宝泉寺横丁にある、金沢邸へ、勾配邸を筆頭に、定石の落語工業を行っていた。上方の落語界は、金沢邸を本拠とする桂派と、 勾配邸を根城にする三遊派とが芸を競っていた。開業当初の天馬邸は、落語の大御所を呼べるような格ではなく、素人上がりの落語家に、モノマネ、女講談師、音曲、剣舞、軽口などの興業を行っていた。落語以外の出し物は、色物と呼ばれた。三年後、大正三年正月、松島の足部館を入手することができ、寄せは二軒に増えた。 この頃より、吉三郎は、赤手としての商売に身が入らなくなり、外に目掛けを作り、挙句の果てに、小宅で休止してしまう。白装束の喪服で夫を送った高は、以後、女赤手として、商売に、一心不乱に励むこととなる。大正七年二月、上述の一流寄せ、金沢邸を買い取ることに成功した高は、金沢邸を、花火師帝と改め、天馬邸を、 天馬家料亭、足部館を松島家料亭と改め、多角経営に乗り出した。この頃には、高の起点により、落語の師匠たちも講座に上げることができるようになっており、また一流寄せのお茶子を引き抜くことにも成功して、さらに商売を広げていくようになる。1960年1月18日、1月25日、富士テレビの 三菱ダイヤモンド劇場枠で放送された。全2回。1962年3月26日同年5月7日に TBS 系列で放送。放送時間は月曜22時から22時30分。主演は森光子で、演出は後年森と結婚する岡本義彦。 1966年4月4日から1967年3月27日、横堀川として NHK で放送された。現存する映像は全話のうち4本のみである。1995年1月1日に、テレビ東京の初春ドラマスペシャルとして21時3分から23時54分に放送。全1回。副題に。 細腕で一本で日本国中を笑いの渦に巻き込んだ女性工業支持へと度胸の噴戦器と付け加えている。ありがとうございます。